はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。最近のお話ですけども、最近こちら、日焼け止めを買いました。日焼け止め、これねめちゃめちゃおすすめなんですよ。ニベアから出てる、ニベア最強シリーズ予防美容ケアまでということで、こういうやつね、ディープパーフェクトっていうのかな、これが3、4年前かな発売されて、もうこればっかりですね。UV とか耐水性も あるんですよ。これがね本当にいいで、特にこうジェルタイプね、もう一個が何だったかな、エッセンスタイプかな、エッセンスタイプとジェルタイプって出てるのよ、これ同じやつでね。もう一個こうチューブ型みたいな感じなんだけど、こっちはこういうプラスチックのやつに入ってるのはジェルタイプね。ジェルタイプがおすすめです。でもちろんスーパーウォータープルーフでも石鹸で落とせるというね、すごくもう扱いやすいというかいいんですよ。これ発売されてから、これ去年のやつね、これ新しかったやつ、これ去年のやつ、2023年6月から使ってるんで、まあ、それを見やすいね、どれがどれか分からなくなる、分からなくなるんで、で2本あるんですよ。年間ずっと使ってる、年間ね、年間通して。近場のちょい釣りとかはあんまり使わないけど、こうもうちょっと時間が長い時とか、まあ、夏になればなるほど、まあ、短くても使うか、っていう感じです。で大体年に2本ぐらいジムで使ってるぐらいですね。でこれがまあ大体ね900円ちょっとぐらいするのかな。これはねすごいすごいです。めちゃめちゃおすすめです。何がおすすめかというと、本当にもう日焼けがすげえ抑えられる。まあ超安いやつに比べたらちょっと高い、だから800円、900円、850円、900円とか、まあ、それがするんでね。安いやつは500円ぐらいからあるんですけども、何言ってもこれ石鹸で落とせる、ね、もう書いてある汗水に強いと、でかつ石鹸で落とせるという、ここがいいんですよ。強いやつあっても、なんか専用の何ていうか洗顔ジェルじゃないけど、女性の方が、ね、お化粧落とすあれじゃないと落ちないとかいうやつもあるんだけど、これ石鹸で落とせるんで、でかつこのジェルタイプね、もっとエッセンスタイプってこうさっき言ったチューブ型があるんですよ。あれはね伸びない相当大量につけないと伸びないのよ。でこれジェルタイプでこう なんていうの化粧水のようにこう伸びるとか伸びやすいのよ、だから塗りやすいって感じです。まあ、買うならこれがおすすめですね。自分もずっと使って、これが発売されたのが多分ほんと 3,4 年前からですけど、ずっと使ってて、あめっちゃいいという感じです。おすすめです。質問の方を読んでいきたいと思います。まず一つ目の質問でございます。質問です。浮き止めを使って釣りをするときに、棚を変えると道糸に傷がつきませんか。この前浮き止めの傷が原因で高切れしました。浮き止めの糸の結び方や棚を変えるときに気をつけていることなどあれば教えてほしいです。よろしくお願いします、という、質問が来ております。浮き止めをつけて、まあ、ずらすときっていうのかな、棚を変えてずらすときにあれかな、ずらしたのが原因で高切れしたのかな、ずらしたときに切れたのかな、どっちでしょうね。まあどっちにしても、まあ、浮き止めが原因ということなんですけども、まあ、これはね、まあ、何のまず何ていうのこの、浮き止めの糸を使ってるかですかね。自分はちなみにですけど、もうオーナーですね、もう昔からずっとオーナーに使ってるのこれかな、がっちり浮き止め、まあ、これ細いか中か、大体中が多いか、なんでこれ細いなんだろう、大体中だよ、中、なんで細いなのこれ、今ね探したけどなかった。細いよりも中がいい。もう適合はさ1号から3号なんで、まあ、自分が使ってるね道糸大体1、2、1号ぐらいだと細いで適合なんだけど、これね細すぎて玉がね、たまに穴を抜けちゃう時あるんで、基本的にまあ中がおすすめ。中だったら結構玉が大きくなる、結び目がね、結び目とかがん、浮き止めの玉の部分が大きくなるというか、そんな感じですね。であと浮き止めウーリー、これが意外とおすすめです。ガイドの通りが良いと、カタカタカタってなるね、
あの通りが良いとか、そういうのも含めですけども、細いはねこれ多分10年前ぐらいに買ってまだ使い切れてないぐらい、あんまり使わないのよ。あの穴抜けちゃう時あるんで、物によってはって感じ、止まるのもあるんだけど抜けちゃう時あるんで、使うなら中ね、中があったはず。太いはちょっと太すぎるけど、中ぐらいが実際おすすめですね、はい。まあ、そんな感じです。まあ、ちょっと実際にじゃあ自分もこうね、浮き止めを普通にゆっくり結んでみましょう。あのまあ普通の結び方ですよ、別にこう特殊なあれでもなくというか、まあ、そんな感じです。まあ、自分このね道糸 1.2 号ですね、 1.2 号ワールドプレミアム 1.2 号結び方はもう本当普通の一般のこう何だろう、内側3回結びなんですよ。これで結べる俺結べる、浮き止め売りだろうか、多分浮き止め売りの方が多分よく使ってると思う。あの細いんで何回かこう浮き止めの穴をねこれ抜けてることがあるから、あのだからあんまり使ってないんですよ今ね。こんな感じです、こんな感じです。で大体こう端っこを持ってね、これでまあ輪っかを作って、もうの一般のやり方なんでね、普通の輪っかを作ってこの中に1回2回、あの普通に3回通すだけね、3回通す、3回通しました。で、これをちょっとね団子の部分をこう端っこにちょっと寄せまして、まあ、この一周で2個結ぶんでね、2個結ぶんで、で、ここであとはもうこうギュッと、これぐらいです、これぐらい、あとは切りますよね、切ります、はい、切りましょう、切ります、短くね、こんな感じで、まず1個できましたよね、1個で、もう1個、浮き止め売りってね結構これがこうちょっと伸びるのよ、こっからこうちょっとビヨンと伸びるんですよ。だこう締め込む時にちょっと何ていうのかな、こう伸びるんで、あんまり使ってない方は変な感覚って感じだよね。で輪っか作って1個じゃない、1周か2周、見えにくいかピントはちょっとなかなかねあれなんで、でちょっと3周、ちょっとねこう手元があんまり映ってないかもしれないけど難しいのよ。3周回しましたからね今、これでこう引っ張ってギュッと、うん、こんぐらいです、こんぐらい、めちゃくちゃギュッてわけじゃないけどこれぐらいですね。であとはこの余分な部分を切る、見える、こんな感じね、はい、切りました。はい、これで浮き止めね、さっきのあれ1周で2つ完成です。いつもこんな感じ、いつもね、だいたいこの1周で2つ作るっていうのが基本。昔はあのもっと節約してこう1周で3つ作ってましたから、だから2つ作るのって別にそうでもないみたいなこれ1周で3つでしたからね、大変でしたよ。3つはね、2つあったら全然余裕です自分はね。でこれで硬さ的にはちょうどいい。でこれね自分もね当時いろいろ試したんですよ。試した上で言うと、あの水をつけないぐらい、あの水をつけてギュッてやるとね締まりすぎちゃって、あのこれ道糸ってね硬そうだけど柔らかいんですよ。なのでまあ自分の想像ですけど、こうね道糸があって、あの浮き止めでガンって締めるとここだけギュッて締まる感じになるんですよ。だから最初にこう締めすぎると、こう動かすときに硬くないですか、最初の初期が。あとはこうある程度動くけど、この一番最初のグッて締めた位置って硬いでしょ。ここでこう道糸も柔らかいから、この締め込むときにギュッてこう何だろう、噛み込むというか、そういう感じになるので、あまり強く締めすぎるとっていう感じです。で、まあ、これ自分の、ね、力の入れ具合とかそういうので若干変わってくるんですけど、締めてももうちょっとこう歯とかでこうもうちょっと引っ張ってギュッという感じ。正直これちょっと緩いちょっと緩かったですちょっと緩い、多分ガイド抜けると、まあ、何回かやってるとちょっとずれそうだなっていう、ちょっと雰囲気があります、雰囲気がね。まあ普通に多分超遠投しない限りは多分そんなにずれないと思うけど、あと魚やりとりで多分こっちずれそうだなみたいな、こっちね2個目に結んだ方がちょっとずれそうな気がします。だから歯でもうちょっと強くするぐらいかな、まあ、その辺はまあ
なんていうのかな、まあ、調整というか、ね、個人のこう力に入れ次第なんで難しいですけど、あまりギューってやりすぎるとちぎれるぐらい、ね、例えばこれがちぎれるぐらい、この糸がね、ギューってやりすぎると締め込みすぎっていう感じです。で基本的には自分は濡らさない、うん、あの濡らして使う浮き止めも確かあるはずなんですよ。収縮 30% ぐらい縮むみたいなやつもあるんですけども、なんていうのかな、その縮むって言っても濡れて縮むんで、濡れた状態で縮むとまたおかしくなるというか、そういう道、浮き止め糸があるのよ。ちょっと高いけどね、それはそれでまあ悪くはないんですけど、結局このね、あんまり縮みすぎてもこの結局動きが悪くなるというか、結局硬すぎるとね、そこでブチッとか切れちゃったりするので、まあ、この締めすぎ注意っていう感じかな。で本当とにかく一番は自分濡らさない、濡らして締め込むと締め込みすぎるっていう感じ、同じ力でもね、なんかあの濡らさない程度で結構ギュッと締めるのが、まあ、一つのコツかなと。まあね、深製やっててこう 何かしら結ぶときって濡らしますよね。まあ、これ自由ですからね、あの中には濡らしてる方もいると思うんで自由ですけど、自分は濡らさないようにしてます。要は湿らさないようにして、この乾燥したままでギュッと、でこの力入れ具合本当にもう本当に何回も言いますけど、あの人の個人の力なんで、それをもう練習して、あこれぐらいかなっていう、こっちはちょっと緩いんですよ実際に。こっち1個目はまあちょうどいい、こっちはちょうどいいんだけど、2個目がちょっと緩かったですね。だから自分はね、浮き止めを2個使ってます。どっちかは大体ね、バッチリちょうどいいぐらいになるんで、硬すぎると確かにね、こう道と変形して切れやすくなるので、その点はね、まあ、注意していただければと思います。でダメだなと思ったら、これ取りますからすぐ、うん、結んでる時ならね、今こうやってさ、やりづらい状況であれぐらいでできるんで、別に浮き止めを結ぶぐらいなら、まあ、なんちゃらですから、これも練習というかね、そんな感じですよ。ここで輪っか作って3回ね、これ4回とか5回も試したけど、あんまり巻きすぎるとこう締め込み具合が難しくなるんですよ。なので個人的にはやっぱ3回もしくは4回かな、5回はもう多いよね。かといって2回じゃ緩みやすいというか、そんな感じです。だから3回もしくは4回ぐらいがおすすめですね。それはもうその人のこう感覚というか、まあ、針結ぶのもそうじゃないですか、外掛けの人もいれば内掛けの人もいますし、ね、その人の締め具合っていろいろあると思うんでね、そうこういう感じで、ね、もうこう話してるらこう結べるわけですよ。でこれまあ緩いわけですよ。で自分の場合は大体でも歯でやってるか、歯でかき乾いてこうやって、うん、結構きつめか、そういう言うと、うん、これだとこう結構固め、うん、今これでちょうどいいという固めですねになりますので、まあこんな感じでちょっとこう自分でこう強さの締め具合を調整して、ある程度この浮き止めが動かないぐらいの感じ、結構俺今硬いです、うん、ちょっと分からない伝わんないと思うんですけど、ね、結構固めです、はい、これぐらいやっとけばまあいいかなと。でとにかく湿らさない、湿らせると湿すぎちゃうんで、湿らさないぐらいでちょうどいいっていう感じにしてます。まあ、あと棚を変えるときに気をつけていること、これに関しては特にないですね。もうこの結ぶ瞬間とこの硬さがもう全てだと思ってます、この浮き止めに関してはね、うん、なのでまあ、そこら辺をこう練習してもらえればなという感じです。あとはこの糸ね、こう自分に合った糸、この浮き止め糸ねを見つけることも一つの手だと思います。各メーカーいろいろね出してるじゃないですか、浮き止めの糸。これね、いろいろこうやっぱ各メーカーでなんかちょっとずつ素材が違ったりなんなりあるんですよ。あれこれ自分のこれ結びやすいなとか、あれこれ結びにくいなというのがあるのでね、まあ、その辺をこうちょっとね、お試していろいろ使ってみると、そのちょうど自分がいいのに合えるかもしれないです。でも基本的にこのがっちり浮き止めの、まあ、今小で結びましたけど、まあ、中ぐらいがまあ個人的に扱いやすい。ガイドは結構カタカタカタって当たるけどね中になって当たってくるけど、もともと中しかなかったですから、こう細いで出たのが多分10年11年前ぐらい新しいんですよ。で新しく出て買ったんだけど、ものによってこのね半月絞りとか抜けちゃうのがあったんで、あんまり使ってなかったんですよ。こう結び込みがちっちゃいんで、ちっちゃすぎて抜けちゃうっていうのがあったんでね。だから基本は、まあ、中だったら、まあ、はなんていうの、深瀬で使う限りは抜けるのがないかなっていう感じです。浮き止めよりも、まあ、これよりもっと強く締め気味かな、
にしないとっていう感じ。だから久々に結んだんでね、あのあれどっちゃったっけみたいな、ちょっと軽めでこう引っ張って結んだんだけど、もっと力入れていい感じでしたね。はい、まあ、その辺はまあいろいろね、浮き止めのこうなんていうのか、種類とあの締め具合のコツっていうのをこうちょっと自分で試してみたらいいと思います。はい、ということで、続いての質問いきたいと思います。はい、ということで続いての質問でございます。いつも見てます。質問です。最近マルキューの MSP ペレットの就業剤が発売されましたね。それでマキエさんにペレットを混ぜて円筒したいとき飛びますかね。この就業剤が気になってます。ラウンさんはマキエさんに普通の就業剤とマルキューから新発売のペレットを混ぜても問題なく円筒できると思いますか。あとペレットを混ぜたことはありますかという質問が来ております。就業剤になるんですかね。MSP ペレット就業剤、ペレットって最近のあれだよね、マルキューシンクロペレットのちっちゃい小粒のやつがこう単体で出たんですよね。V11 だったかな、 V11 にの新しいやつに入ってる MSP の、 あの小粒タイプっていうのかな、あれが単体で、あのどこか出しておきますけど、この発売されたと、あの そのことで合ってますよね。うん、これは、分量的に確か V11 と同じ量のやつが単体で出たんじゃなかったかな、多分同じ量ぐらいじゃないかな。なんかマルキューの動画でなんか似たようななんか量、質量っていうか、もうこれ11の中にこれぐらい入ってますよぐらいな量と、多分今回新しく出たその単体で出たね量って多分一緒ぐらいだと思うんですよ。なのでまあね、V11 にそもそも入ってる量と同じ量ぐらいのが多分発売されてると思うんで、あの普通に入れても、全然問題ないと思います。意外と入ってるようで、結構埋もれちゃうというか、まあ、それってオキアミとかさ、でもこんなこうさ3キロって3キロ角がさ、はいはね、1袋で入ってたらそれの方が、ね、粒的に多くなるんじゃないですか。まあ、でも、まあ、オキアミはちょっとあれか別か、潰れちゃうんでねちょっと話がややこしいですけどまあでも全然問題ないと思いますよ。でちなみにですね、ちなみに、まあ、ちょっとそのうち近いうち動画で上がると思いますけど、これ使ってるんですよ。実は先日使ったんですよあの使ったけどね、それに関してはレビュー的なとこは多分動画上では全然言ってないんですけども、この MSP ね、 MSP 入れて使ったんですけど、もう普通に円筒も問題ないです。問題ない。ただ自分が入れた量がその V11 に入って、一袋で全部入れたんだけど、結局その他の V9 とあと何入れたっけな、なんかもう一つなんか入れて、この MSP も入れたんですよ。だからまあ一袋っていうか、まあ、2袋に対してこの2袋っていうか、まあ、1日分に対してこれ一袋入れたぐらいだから全然問題ないですね。まあ、それで言ったらこうチヌとかもね、だって麦、押し麦を単体で入れる方もいるわけじゃないですか。あれもね、だってね、麦もだってあれ1キロか1キロっていうけど、実際には 900g しかないんだけど、あれをね一袋バーって入れて、ま、混ぜて使う人もいるわけじゃないですか。それで言うとその押し麦もだってその、ね、かなりの粒が多いわけで、入れる人だとだってもう一袋に対してだって2キロとか入れる方もいるんで、それでもやっぱある程度円筒って効く、まあ、まあ知能は粘りがあるんでね、それで言うとねっていう感じです。なので、まあ、一袋に対して、この、就業剤ね、就業剤一袋に対して、MSP のその、単体で売ってる一袋を入れるぐらいだったら、全然問題ないんじゃないかなと思います。就業剤一袋に対して MSP を二袋、まあ、二袋見れないか、これ一袋で450円か500円ぐらいしたんで、なんか、こう、価格を考えると、V11 をもう一袋買った方がいいんじゃないかと。V11 がね、川野でいくらだったかな、600円じゃなかったかな。MSP 単体が450円とかぐらいなんですよ。だから150円か200円も出さなくて V11 の一袋買えちゃって、しかも MSP のこの小粒の一袋入ってるわけですよ。それ考えるとなんかこの MSP の単体で買うとなんかコスパが悪いなという、ちょっとそういう考えですかね。そうやって就業剤ごとね、11の買った方が
V11 の新しいやつはさ、この MSP の小粒が入ってるわけだから、こっち買った方がコスパはいいんじゃないかなと、そう考えちゃうんですよね。まあ、確かに何の修行体でもこの MSP で入れれると思うんですけども、まあ、確かにね、あと入れるのはこの MSP の小粒になって、グレの胃袋からこの小粒が出てくるようになった。グレツリー行って帰ってさばくとね、前のあの MSP ね、あのでっかい方っていうのが最初に出たでかい方の MSP って、今までねこのグレをさばいてきて一度も見たことなかったんですよ。一度も。これ本当に効果あるのかなと思ってたんですけど、この小粒になって入ってますあ、今回ちゃんと入ってね、でかかったのかな、前のは分かんないですけど、前のはでかかったか、まあ、チヌぐらいだったらいいかもしれないけど、グレだと自分は見たことなかったです。他の人に聞くと、いや入ってたよっていう話は聞いてたんですけども、いざ自分がこうさばいて中見ると入ってないんですよ。あのさ、 V11 を使った時でも見たことなくて、みたいな、これ効果あるのって思ってたんですけど、この新しい MSP の小粒になって実際入ってて、まあ、食ってるわと、実感しましたね。だから効果はあるんですよ、間違いなくね、はい、実際入ってたから、まあ、そんな感じですね。まあ、ただコスパ的なところで言うと、普通に V11 を買った方が、まあ、ちょっとお店によって価格が違うんで何ともですけども、質量的なところとか、まあ、コスパを考えると普通に ニュー V11 を買った方が、まあ、おすすめかなと思っておりますね。まあ、普通にね、遠投するっていう分に関しては個人的には全然問題なくドーンと遠投できると思います。とにかく前よりちっちゃいんで、小粒になってるからカップに入った時もこう邪魔にならないというか、前の方がちょっとでかかったね。どちらかというと前の方が飛びづらいと思います。どちらかというと、今回の小粒だし、量的には前と一緒ぐらいというか、V11 とか他のもそうだけど、だいたいね、集団一口でこれぐらい入ってますよっていうのを、だマルキューの動画かなんか多分見たんですよ。量は一緒だけど、今回小粒だから、よりこう、一カップの中にこう、なんていうか、よりちっちゃく入るというか、なんていうの、あんまりでかく入るとさ、極端に言ったらこのカップに対して、でっかい石がドンと入ったらさ、明らかにさ、飛ばないというか、ばらけそうじゃん。でもちっちゃくこう細かく入るから、こうギュッとやった時にこう一玉になりやすいというか、ばらけにくそうというか、そんな感じです。まあ円筒線に関して もう別に前のとそんなに、前のね初代入ってる MSP とはそんな変わんないっていう感じですけども、まあ今回の新しいやつも全然問題ないっていう、まあ、自分は1回、まあ、1回しか使ってないけどね、実調した限りですけども、全然問題ないと思いますよ。はい、ということでございまして、今日の質問コーナーは以上でございます。また質問とありましたらコメント欄の方に書いていただければと思います。ということで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。